こんにちはあのサンジさんを見かけませんでしたかそうですかいえそれならいいんです敵の侵入だ数は少数、数名の戦士がベノムスの襲撃を受けた各自警戒を怠るな私は大丈夫です言ってください こちらは大丈夫だ。現状、被害報告は少ない。しかし、おかしい。何がだ、ライト。このベースキャンプは異世界アンブラスの中にあって、外部からは観測できないはず。言いにくいのですが、これは何者かが敵をこのベースキャンプへ手引きしたとしか思えない。長官。 敵を手引きした者がいるとしたら、それは…長官侵入したベノムズは片付けたそうか、ご苦労だただ、なんか変なんだよなこいつら、ただ混乱させたいだけっつうか逃げてばっかなんだ逃げてばかり…もしかして…長官すぐにベースキャンプ内の監視映像を確認してくださいわ、わかった 長官、このモニターに映し出されている場所はそこは回収したコズミックキューブを一時的に保管している倉庫だ。なんてことだ。まさか彼が。 みんな、無事で何よりだ。侵入したベノムズは撃退できた。しかし、回収したコズミックキューブは敵の手に渡ってしまった。サンジ敵はサンジの手引きによってベースキャンプに侵入したと思われます。うそんなの嘘だ落ち着け、ルフィ。監視映像が改ざんされた形跡はない。 これは紛れはもない事実だどうして初めはアンジェラが持っていた黒い本を奪いにやってきたと思ったんだが敵の狙いはコズミックキューブにあったいずれにせよみんなにはサンジの捜索とコズミックキューブ奪還に当たってもらいたいそれが賢明でしょうサンジは俺が必ず見つけ出す